訓練中の肉燻製、または、燻製は、食材を燻煙することで保存性を高めるとともに、特有の風味を付加した、保存食、またその調理法である。調理法は、スモークとも言う。燻煙により煙中の殺菌成分が、食品に浸透すると同時に、長時間の燻煙によって、食品の水分量が減少することで起きる、水分活性の低下により保存性が高まる。 また、下処理として塩漬けする場合が多く、これによる脱水、カシ塩も保存性の向上に寄与している。訓練の前には、一般的に乾燥処理を行う場合が多い。もともとは傷みやすい食材を長期間保存可能な状態に加工するための技術であるが、保存技術の発達した現代では、その意味合いは失われ、普段と違う食感や味わいを楽しむためのものと、 変化しつつある。日本に限らず、様々な国で様々な燻製が作られているが、日本の伝統的食品としては、鰹節、いぶりつけなどがある。訓練中の二神燻煙とは、香りの良い桜や、ブナ、おがくず、りんご、ヒッコリーなどの木材を高温に熱した時に出る、煙を食材に当てて、風味付けをすると同時に、煙に含まれる、殺菌。 防腐成分を食材に浸透させる食品加工技法のことである。木材を完全燃焼させると二酸化炭素や水蒸気になりあまり煙が出ないので意図的に不完全燃焼の環境を作り煙が出るように工夫される。この煙の分子中にホルムアルデヒドやフェノールが発生しており生き物の表面にあるタンパク質と反応、変性して微生物が死滅するため 食べ物が腐りにくくなる。またアルデヒド類がタンパク質と結合することで強い被膜を作り雑菌の侵入を妨げる。さらに乾燥が進むことによって水分量が減り微生物の繁殖による腐食を防ぐ効果もある。直接木材に添加し燃やす方法と他の熱源で木材を加熱して煙を出す方法とがある。訓練法は加工温度の高いものより 熱訓、温い節、霊い節と呼ぶ。摂氏80度を超えるような高温環境でいぶす方法である。訓練時に食材が加熱調理されることにもなる点から手軽にできる簡易訓練法とも言える。訓練時間は10から60分程度である。食品の保存には向かない。代表的な製品にキッパーヘリングがある。材料はアーモンド、魚など。 最も一般的な訓練法で30摂氏60度ほどの煙でいぶす。訓練時間は数時間から1日程度である。一般に燻製という場合は、この抜く、いぶしを刺すことが多く、長時間比較的高温でいぶすために水分が減少し、本来の保存食という意味での燻製ができる。代表的な製品にベーコン、スモーク、ジャーキーがある。材料は鶏肉。 豚肉、魚介類など、15摂氏30度ほどの煙でいぶす方法。木材は高温に加熱しなければ、煙を出さず、出た煙も高温であるが、霊いぶしの場合はこの煙を冷やして、食材をいぶさなければならないので、大掛かりな設備が必要となる。また、低温に保つ、温度管理は、設備だけではなく、気温など気遣いが必要となり、 訓練時間も1から4週間程度と長いため、温暖地域で初心者が燻製することは比較的難しい。煙を効率的に冷やし、生物を長期にわたって加工しなければならない。製薬から製造は気温の低い冬場が容易である。代表的な製品に生ハムやスモークサーモンなどがある。材料はタラコ、プロセスチーズなど。 燻製液に食品をつけて、その後、乾燥させる液体燻製という手間を省く手法が、食品加工業界では多用されている。食用に生成された木作液は、燻製液、または、いぶし液などの名称で流通している。木作液には市販されているものもあるが、ほとんどは、食用ではなく、農薬的な使用や、構成のためという名目で販売されている。 スモークチップから出る熱炎を閉じ込め材料をいぶすための道具。本格的なものは石やレンガで作られるが簡易的なものはドラム缶やペール缶、イット缶、段ボールなどで作られ市販もされている。煙を出すためのもので様々なものが訓練材として使用可能である。例えば木を再編に加工したスモークチップ。 スモークチップには細かい粉状に加工されたものもある。また、粉状の再編を再度圧縮処理して、塊に加工した製品である、スモークウッドも市販されている。他に、粉砕せずに、小枝や焚き木をそのまま利用することもある。さらに、茶葉、木材を切断した時に出る木くずやカンナが消した時に、出るカンナくず、などなど、いろいろなものを、 スモークチップの代用品として用いることができる。要するに、加熱して、煙が出るものであれば、燻煙剤として使用できるということである。なお、何を燻煙剤として利用するかによって、完成した燻製につく香りが違ってくる。近年、ピートスモークパウダーという燻煙剤も日本に定着しつつある。ピートを粉状にしたもので、スモークウッドや、 スモークチップに混ぜるだけという燻煙剤。イブシア味にスモーキーフレーバーをつけることで燻製の味を深くする。使われる樹木はビート、桜、奈良、ブナ、ハンノキ、シナノキ、カシワ、クルミなど、電熱器など。直接燃焼させる種類のスモークチップバーの場合には、不要。肉、魚類、鶏卵などの材料を、塩漬け、もしくはピックル液。 ソミュール液などの液体に漬け込む。場合によっては塩抜きをして、塩分量を調整した後、乾燥させる。いぶした後味と香りを馴染ませる。鈴木正美監修、燻製 P13 西東社1993年1月20日、発行 ISBN4 から 7916092E47。ありがとうございます。